辰巳の機構、楽天以外なら抑えられたのでは。巨人、ふざけたら腹や阿部の怒りに触れて締められるで真面目にやる。阪神、ファンがブチ切れて連日やじられるので普通にする。ソフトバンク、競争が激しいのでふざけてたら干されるので真剣にやる。確かに楽天が悪い、阪神は恐怖やな。本当それ。うるせえ、6年連続タイトルホルダーの近元で満足しとけ。辰巳は楽天が一番己を出せる環境だったか。巨人なら坂本が締めてるだろう。中日なら立浪がどうしてたか気になる。どんでんなら辰巳を干してたろうな。結婚してからおかしくなったから環境が悪い、あの GM が楽天を狂わせた。辰巳ってほんまに何がしたいのかよくわからん。盛り上げる必要のないとこでわけわからんことしとるし。辰巳も辰巳やけど嫁の影響がでかいやろ。ソフバン、読売、阪神か、見てみたかったな。厳しいよ、育ったら逆にもう逮捕されてそう。新庄が周りの求める新庄キャラを通してたのと逆タイプの宇宙人だよな、糸池や。新庄が今現役やったら同じ感じで叩かれてたな。別に新庄はジージー受賞式でちょけたりとかはせんやろ。問題は TPO やから。ご視聴ありがとうございました。